ギリシャの南方、地中海に浮かぶギリシャ最大の島、クレタ島。紀元前2700から1420年頃にかけて、ヨーロッパ最初期の文明の一つ、ミノア文明が栄えました。1893年、イギリスの考古学者アーサー・エヴァンズは、アテナの蚤の市で、謎の文字が刻まれた古代の石を購入しました。クノッソス発掘のためにクレタ島へ渡った時、彼はその石にあったシンボルを発見し、クレタ島の各地から出土した文字入りの粘土板の研究に乗り出した。2種類の文字体系が発見され、それぞれ千文字 A と千文字 B と呼ばれている。千文字 B は1952年にマイケル・ベントリスによって解読され、初期のギリシャ語を表すことが判明してるが、千文字 A は今も解読されていない。クレタ島からは3番目の文字体系も出土している。螺旋状に並んだ象形文字が両面に記された直径16センチメートルの粘土製の円盤は、1908年にクレタ島のファイストス宮殿で発見されました。 A 面、B 面があり、使われている文字45種、総数241文字。粘土が乾く前にスタンプのように押し付けて刻印され、千文字 A と同じ文字も使用されている。同時期に使用されていた千文字 A の元になった文字だと推測され、いくつかを除いてここでしか見られない文字である。1990年代、イェール大学の考古学者がエジプト・ワディエルホルで落書きに覆われた崖を発見した。彼らはそのほとんどに見覚えがあったが、見慣れぬ文字もいくつかあった。象形文字がアルファベットに変化したその初期の形に似ているが、未だ解読されていない。オルメカは古代メキシコに存在した文明で、巨石人頭像を残したことで知られる。1999年、道路の建設業者が文字が刻まれた石板を発見したことで、文字の存在が明らかとなった。石板には62種類のシンボルが描かれ、トウモロコシや虫らしきものもあるが、より抽象的なものもある。紀元前900年頃のものと推測されており、西半球では最古の文字の可能性がある。かつてシンガポール川の河口には文字が刻まれた斜岩製の巨大な厚板があった。700年間そこに存在した巨大な厚板は、1819年にジャングルを伐採していた労働者によって発見された。数人の学者が調査しているが、イギリス人の入植を保護する要塞を建設するために爆破されてしまった。破片の一部は回収されたが、大半が川の中に沈むか道路の砂利に使用されている。未解読であるが、古代セイロン語、タミル語、カウイ語、コジャワ語、サンスクリット語などではないかと推測されている。1928年、木こりの一団が
ブルガリアの崖に刻まれたマークを発見した。彼らは財宝の在りかを示す印と考えたが、何も発見されていない。やがて考古学者の知るところとなるが、調査の責任者がソ連のスパイだとして処刑された。その証拠として使われたのが、責任者がキエフに送った奇妙な暗号であった。これは実際には同僚に送られた崖の碑文の写しであった。この碑文が表す言語は今のところ不明であるが、トラキア語、ケルト語、スラブ語、サルマトアラニア語などが候補に挙げられている。5000年以上前に現在のイランにあたる地域で使用されていた。右から左に記述する。同時代のメソポタミアが起源にも見える一方、独自のシンボルを発明したようだ。またオックスフォードの研究者は粘土板の鮮明な画像を公開し、解読方法を考慮したことがある。1860年代イースター島に宣教者が訪れた時、シンボルが刻まれた木製板が発見された。彼らが土着民のラパヌイにその意味を尋ねると、ペルー人によって知識階級の人々を殺害されてしまったため誰にもわからないと言われたという。ラパヌイは木板を焚き火や釣りのリールとして使っており、19世紀末までにはほとんどが失われている。論語論語には記述の向きが変化するという特徴があり、左から右に読んだ後は板を180度回転させて次の行を読むようになっている。